例えばタクシーが初乗り100円ぐらいだったりとか、マッサージが1時間300円から500円ぐらいとかですね、全身やってもらって、まあ、そういうレベルですよね。普通にお酒飲みに行っても本当に2000円も使わないぐらいな感じですよね。おごってあげても本当3、4000円とかで全然済んじゃうようなレベルですね。まあ、相当安いので、まあ、メイドがですね、普通に使われる文化で、5000円、月に5000円ぐらいでですね、通いのメイドをお願いしている人もいたりとか、まあ、相場はいろいろ場所によったりもあるんですけども、とにかく相当安いので、お子さんと一緒に移住しても結構ゆとりのある生活ができるなっていう印象ですね。なので、人件費の安いフィリピンというのは、東南アジアの中でも相当安いので、結構お勧めしてますね。ベトナムとかインドネシアと比べても安いなという印象ですね。あと現地で会社を